今後の台風の進路の予想について田中予報士の解説です。はい、現在強い台風7号は和歌山県の南海上にあります。この先明日の午前3時にはかなり陸地に接近し、その後紀伊半島に上陸する恐れがあります。静岡県に直撃することはなさそうなんですが、県内でも雨風ともにこれからピークとなります。雨の予想です。今夜7時から時間を進めます。夜遅くにかけて今夜は特に中部、東部、伊豆で活発な雨雲が発生しやすいでしょう。これは台風に向かって県内には東から湿った空気が流れ込んでくるためです。さらに時間を進めます。明日にかけて台風が北上するとともにだんだんと風向きが変わるんです。東風から南風が吹くようになって、明日の県内は西部中部の山沿いを中心に活発な雨雲がかかってくるでしょう。さあ今夜は県東部で雨が強まりそうなんですが、ちょうど1年前松崎町の雲見地区では大雨によって浸水被害が発生しているんです。ちょうど1年前松崎町の雲見地区は台風による大雨で川が氾濫し、旅館や住宅などが浸水被害を受けました。松崎町雲見地区はちょうど1年前台風に伴う大雨で太田川が氾濫、旅館や住宅などおよそ40棟が浸水被害を受けました。ちょっと進路が少し、ね、西にそれましたけど、やっぱり心配でね、ちょっとキャンセルの方が来ちゃって大変ですけど、はい、繁盛期なんでね、やっぱぜひぜひやりたいんですが、もうしょうがないですよね、こう天候に左右されるんで、だからまた運が悪いなって、まあ、2年連続で。去年の浸水被害のことを思い出した住民の方もいるかと思います。太田川に面する住宅では去年の浸水被害以来、玄関前に土のうを並べ備えている様子も見られました。また雲見海岸では明日花火大会が予定されていましたが、今月17日への延期を決め、台風への警戒を強めています。ではこの先警戒が必要な期間をご覧ください。警報の発表される可能性が高いものは赤、中というものには黄色で表示をつけています。まず雨に関しては水曜日にかけて大雨警報の出る可能性が高いでしょう。24時間雨量は明日夕方まで多いところで250ミリ、そして水曜日の夕方までの24時間雨量は多いところで200ミリから300ミリまとまった雨になります。明日にかけては線状降水帯発生の恐れもあるんです。そして暴風警報の出る可能性も明日にかけて高いでしょう。瞬間的には30メートル、屋根瓦が飛んでしまうような風の吹く恐れがあります。高波は最新の予報で7メートル、海は大しけでしょう。高潮警報の出る可能性もあります。大潮の期間だからです。河口付近や沿岸部では浸水にも警戒が必要です。